秘密結社 QC に参加し、俳優でもあり脚本家でもあり演出も担当されています。で、今日はパートナーに選んでいただいた大城千尋さんですね、非常に忙しい方で、このあとすぐにまた練習に参加で、うるま市までいらっしゃらなければいけないという、その貴重な時間をいただいて、今日は伴奏をお願いしました。創作ミュージカル団体パフォー部の、音楽隊として活動中、2月の舞台発表では、バンドリーダーをお務めになるということですね。はい、それではお二人にお願いします。那覇空襲、船越偽証、その前夜、まずネズミの集団脱走が始まった。牛脂の火の揺れる那覇の路地工事、火の予感に追いかけられて、つむじ風のように走り抜けるウェンチュ、ビーチャー、ガラサーは生唾を飲み込み、カーと一声も残さず飛び去った。うたきの神々、かまどの神は舌打ちをしながら人間どもを揺り動かし叫ぶ。起きろ、起きないか、そこまで来ているぞ。だが人間にはそれが聞こえない。那覇の高級ホテルの一室、帝国陸軍第32軍高級将校の宴席、酒、支援、大元相互の渦巻き。衆敵何するものぞ、来たらば来たれ、外周一色だ。だが近くの石垣から這い出したトゥビンカジは、すでに脱出の飛行体制を整えていた。それを見上げてわめいているのは、羽はあっても飛ぶことのできない鶏とアヒル。潮騒がホテルの窓に忍び寄る。海が見える。その海、那覇の東方海上、海面を引き裂く軍艦のへさき、航空母艦の飛行甲板、艦載機、戦艦16インチ主砲の行革、回るレーダー、艦長室、会議を続ける士官たち、甲板、走り回る水兵たち、米海軍第58機動部隊は、沖縄を目指して精進を続けている。ホテルに近い辻原、品田向の芝生で男と女の話。街から電灯の光が消えたので、月は太古の明るさに帰ったと深刻な顔で言う男は、ギターを弾くキザなナンパ。女は早熟な辻の踊り子。情熱的な瞳が期待の瞬間を捉え損ねてつぶやく。また明日ね。その明日に何が待っているか二人は知らない。6万の那覇市民、誰一人知らない。品田向の男女の真上、半円の夜空の落ちるあたりに、アメリカの機動部隊
ホテルでは日本軍将校たちの主演、一虫たちの集団脱走は竹縄。その頃、昭和4年御大典記念にあがなったという時計の12時に長短針が重なり、ゴーン、ゴーン、ゴーンとなった。昭和19年10月10日午前0時、前夜は終わり、その日になった。その日、ウェンチュやビーチャーは災難を予感して那覇を捨てて遁走したが、予知能力が摩滅してしまった俺たちアーマンは石垣やアダンの中でその朝を迎えた。おかげで大変な一日を見てしまった。那覇の空を突然黒いアブが渦めた。いや、アブではない。見にしに洗い清められた空を食い破って乱入してきた鉄器、黒い胴体に白の星のマークのグラマンだ。那覇の町は火の海になり、立ち上る煙が鈍潮のように視界を塞いだ。俺たちだけではない。人間たちも煙が薄っぺらなものではなく、壁のように分厚く重く、しかも獰猛な生き物であることを思い知らされた。アメリカといえば、エジソンやシャーリー・テンプル、ロッキー山脈やミシシッピー川、ギャングやカーボーイなど、乏しい知識で組み立てた敵国だが、そのアメリカの赤毛でヤギの目をした男たちの黒い戦闘機が急降下を繰り返している。シマンチュたちの島の滝々、右岸所、屋敷守護の神々、そして右岸巣への祈りは、機銃掃射、爆弾炸裂の轟音地響きに引き裂かれ砕かれ、全く初めての空襲という現実になすがままにされているだけだ。防空壕は役に立たない。防空演習も役に立たない。消防車はどこへ行ったか、遊軍機もどこへ行ったか。すべてのものが頼みにならないのだから、人々は墓の中へ潜り込んだ。この世もあの世もあったものではない。厨子甕や棺が静まっている墓の中は、たちまち生きた人間の体温と炭酸ガスが充満した。辻原墓地帯、アダンの茂みで俺は島民を妨げられたハブ口を聞いていた。人間の戦が我ら爬虫類の生存をまで脅かすとは何たることだ。爬虫類だけではない。犬、猫、鶏、アヒル、木や草や家や電信柱など、地上一切のものが焼かれている。それぞれの悲鳴、泣き声が俺には聞こえた。俺も人間を恨んだが、それとともにアーマンの祖先をも恨んだ。なぜ災難予知の能力の遺伝がないか、なぜ飛行への進化がなかったか、愚かなりアーマン族の父祖よと地団駄を踏んでも、時すでに遅しであった。ところが俺たちより愚かな存在があった。人間であった。
人間はこの空襲の本当の意味に気づいていなかった。いや、気づくことを恐れ避けていたかもしれない。那覇は焼け野になり、沖縄は悲惨な歳月に入った。とにかく昭和19年10月10日を体験した俺だが、別にこのことをアーマン種族に語り伝える義務はない。だがせめては人間のお前に話さなければ腹の虫が収まらない。ただそれだけのことだ。その後闇、沖縄島の上に闇が広がった。枕言葉のない闇であったが、うっちりになった那覇はあった部分を紅色の夜にしていた。艦砲射撃の恐れがあると警防弾が触れ回り、市民の多くが那覇を離れた。その瞬間、人々は避難民という新しい呼び名になり、新しい世界への第一歩を踏み出した。避難民は闇と一体になって歩いた。行けども行けども闇に果てはなかった。このまま歩き続けても闇には突然の切れ目はない。だから闇からこぼれ出ることもないが、それが薄れると朝になる。どういう朝になるか誰にもわからない。未知なるものもまた自然現象の闇に似ていた。避難民にとって目の前に広がる闇、ただの暮らしの中を歩き、その彼方の朝にたどり着くよりほかなかった。朝、どの道をどう歩いてきたか、とにかく闇の中を歩き続けた。ずいぶん遠くまで来たような気がした。ここまで来れば安心だ。一息ついて辺りを見回すと、豊かな木々が朝風に揺れていた。その下に夜通し歩いてきた隣組のおばあや短命アンマーやわらばあたちの疲れた顔があった。鶏がこっころをうう、ヤギがんべーと鳴き、かやぶきの屋根に朝の水煙が這い上がった。あれほどの空襲があったというのに、那覇から数キロのこの村は昔ながらののどかな朝を迎えていた。村人たちが避難民に温かい味噌汁を振る舞ってくれた。避難民はそれを押しいただいた。昨日の空襲で凄まじい戦顔を見た。そして今は避難民になったというのに、人々の認識はおとといのままであった。突然隣組長が叫んだ。これから救助要配を行います。その瞬間、避難民は昨日までの習性に帰り、直立不動の姿勢をとった。空襲で
町は壊滅し、気の身気のままに焼け出されても、なお日本帝国の臣民であった。正吾と申します。そして今日ピアノを弾いてくださったのが大城千尋さんです。今回宮古さんからお声をかけていただいて、この十重空襲の、詩の朗読、船越儀章先生の朗読をさせていただく機会になりました。今のタイミングで喋っていいんですよね。はい、とても重い詩だということが第一に感じたことで、で僕たち、まあ、僕今30になるんですけれども、の世代の見てきた風景というのは本当に平和を前提としていたと思っていたことが、やはりこういう詩に触れると、それは本当に平和であったのか、どういう状況に今沖縄があるのか、昔からの流れでどうあってきたのかということを改めて思い知らされて考える機会となりました。そして先輩方というか上の世代の方々の思い描い見てきた世界に対して、まあ、若い僕が、若造の僕が何を読むことができるだろうって考えたんですね。でも想像しても追いつかないぐらい悲惨な現実があったということは感じることができましたし、それに対して誠実に向き合うことが今の僕にできることかなと思います。今日このような機会をいただいて、すごく心に大切なものをいただいたなと思います。宮古さん、ありがとうございます。当時のこの状況とかっていうのは、やっぱりこう考え想像しようと思ってもこうやっぱり難しいものなので、はい、やはり当時なんですかね、もう身に生まれ思いというか、本当に同じ人なんですけど、私がこうやってこう弾いて触れていいのかなという気持ちもあったんですけど、まあ、今のこの、まあ、沖縄のこの現状だとかっていうのをもやはりこう、まあ、考えていく中で、今回私にとってはとても考える機会になったということで、ありがたいなというのが思っています。はい、ちょっとまとまってないですけど、ありがとうございました。宮古さん、すいません、最後に一つだけ流歌を紹介したいのがありまして、よろしいですか。はい、すいません、すいません、読ませていただきます。この冊子の中にあるのが、その先ほどの船越儀章先生 の詩も入っているんですけれども、その他に当時を経験された方々の証言集というのが入ってます。でその中で、すごく心に刺さった歌がありました。この方は那覇市加陽武さんという方です。この方は当時十重空襲の日は第一高等女学校の1年生で、那覇の町で下宿暮らしをされていた方なんですね。で、まあ、町が大変な状況にあったということを97年の11月に振り返って残された詩です。このように歌っていらっしゃいます。ナーファヌウマンチュヌ防空壕向かって、走りトゥバチャル記念体育の日、この詩を、この歌を、皆様に、紹介したいなと思いました。今日はありがとうございました。
十字句詩をご存じない方も参加されているので、この詩を読んでから今日は皆さんで黙祷をさせていただきたいと思います。立ち上がるのにご不自由な方はそのままで結構です。もしお立ちになれる方がいらっしゃいましたら、1分間の黙祷にご理解をくださいませ。それでは黙祷。どうぞお直りください。ありがとうございました。それでは今日また私のお友達ですけれども、沖縄に来られてから、最初はね織物の勉強に来られていたんですが、その後絵本作家にね道を進め、今はもう、なんていうんでしょうね、まあ、反戦のための絵本というか平和の絵本を書いている磯崎千佳さん、そのパートナーですね、大池勲さん、この後のコーナーをお二人にお願いしたいと思います。こんばんは、磯崎千佳です。で、夫の大池さんなんですけれども、今日はですね下鳥さん の, 声をかけていただきまして、6月の空という絵本を読ませていただきたいなと思っています。6月の空、そしてその下に宮森630というふうな副題がついています。でこれは宮森小学校のジェット機墜落事件ですね。1959年にあったジェット機の墜落事件を元に作った絵本なんです。で今日それを私がね絵を描いたんです。絵を担当しました。でそれもありまして、今日は読ませていただく。そしてこの絵本が作られるきっかけになった歌があるんです。その歌もこの絵本を読んだ後に紹介させていただきたいなというふうに思っています。でこの十字空襲の回というのは下鳥さんが今までずっとこう続けてこられて何度か参加したことがあるんですけれども、やっぱり参加するたびに私は沖縄戦の絵本を今まで沖縄に来てから 7,8 冊書いてるんですが、始まりはやっぱり十字空襲だったんだなっていうのをいろんなところでこうなんていうんですかね、那覇の方々が10月10日の日に焼け出されて、あそこから始まったんだなっていうことを感じることがあります。そしてともりくんが今読んでくださった詩を読みながら、あやっぱり平和ボケというか那覇の今の発展ぶりを見てしまうと、おもろ町とかまあもそうですし、こう那覇全体の景色のありさまを変わりようを見ると、あ人っていうのはやっぱり語り継いでいかないと忘れてしまうもんだなというのを自分で改めて今日詩を聞きながらしみじみと思いました。言葉の力っていうのはやっぱりもっと信じて語りって継いでいくっていうことを、人が語ってですね声に出して伝えていくっていうことは本当に必要だなというのを今の朗読を聞きながら感じました。伊沢さんもなんか、大池勲と言います。僕も長い時間を東京で過ごしてまして、こちらに来てから約10年ぐらいですけれども、なんでしょうね、その十字空襲のことはやっぱり知識では、言葉では知ってたけども、言葉では知ってたんですけれども、もうやっぱりこう一つ一つのことというか、事柄とかどっから見たらどういうふうに見えることなのかということを
継続してというか、まあ、この毎年10月10日来るたびにまあこういう催しがあったり、あるいはその他のいろんなあの情報があったりして、まあ勉強させてもらっていると思います。で、一つまた今日になったからまた思い出してるんですけども、私の沖縄で戦前から戦時中は子供だった方ですけども、割と親しくしているというか時々会って、いる方ですが、まあ、こういう方もいるんだなというと、この方はあの那覇ではなくて、私が今住んでいる玉城南部の方の方ですけれども、ある時平和の礎に行って、戦死者の礎に悲鳴、名前が載っている人の検索ができますでしょ。それで試しに検索を、試しにっておかしいけど、知ってる人の中で、その方の僕は妹が北部の方に避難中に亡くなった、まあ、いわゆる地上戦が始まってからその人の妹が亡くなっているのは知っていたものですから、それで調べましたら、彼のお父さんは久米島沖で10月10日に、撃沈されている、船で撃沈されている。で、彼はどうしてその船にいたかというと、石垣で空港建設を手伝う、後でそれは聞いたんですけれども、まあ、空港建設の手伝いで行っていて、戻ってくる途中の船が沈められて、海で亡くなっている10月10日ですね、ということがありました。まあ、もう本当に調べたり教えてもらったり人から話を聞いたりすれば、もうたくさんのそういう被害もあります。そういうことをまた今思い出しておりました。取り留めのない話で申し訳ないんですけども、これからも勉強というか進めていかなきゃいけないなと思っております。お池でした。はい、じゃあ、それでは私がまず、絵本の読み聞かせという形で、まずやらせていただきたいと思います。先ほど私はこの絵本の絵を担当しましたというふうに話しましたが、じゃあ文章は誰が書いたかといいます と、20代のですね、当時大学生だった子たち、この大学生、大学ちょうど卒業した子たちぐらいで結成した十数人 の、 ハーフセンチュリー宮森と呼ばれるあのメンバーで作った絵本です。で、この子たちはまずちょうどですね、宮森の石川のジェット機墜落事件があってから50年期という時に、この事件のことを風化させてはならないという気持ちで、そのメンバーが集まりました。そのメンバーのうちの数人は沖国大のヘリ墜落を体験した子たちだったんです。で、それもあって自分たちが経験したことと宮森の事件というのはすごく似てるんじゃないか、何も戦後なのに変わってないじゃないかっていう、そういうなんか怒りに似た気持ちもあって、遺族の方たちから当時の状況とかを聞きたい、そういう思いがあって結成されたメンバーだったんです。12名から13名ぐらいのメンバーで結成されました。この子たちはまず一番初めに50年期の日に合わせて舞台福木の雫という演劇の舞台を作ったんです。まずはそれを作りました。そして6月30日、50年期の6月30日に石川でその上演をします。そしてこの上演の時には当時の宮森小学校の生徒の役とかそういうものをですね、こう今の宮森の子どもたちに演じてもらったりして、たくさんの人たちでみんなで作ったんですね。でも演劇が終わった後に彼女たちはまた考えるんです。彼も男の子もいましたけれども、やっぱり形に残るものに残したい、そしてなるべく自分たちよりも下の世代に伝えていくっていう必要性を感じたっていうことを言ってました。そしてお母さんが子供に簡単に話せるような
分かってもらいやすいような絵本にしたいなという、そういう発想が生まれてきたそうです。ですから順序としては、まず演劇ができて、そしてその後にこの絵本ができたという形になっていきます。まずは、絵本を読ませていただきたいと思います。見えますか？見えなかったら移動してくださいね。ちょっと見えにくいかもしれません。はい、でしょうか。6月の空、宮森630、文ハーフセンチュリー宮森、絵磯崎千佳。リュウ君は小学校2年生。学校が終わると、宗爺の家に帰ります。お父さんもお母さんも働いていて、帰りが遅いからです。宗爺の家から三線の音が聞こえてきました。リュウ君は宗爺の弾く三線が大好きです。リュウ君の足が弾んできました。背中でランドセルがガサガサ揺れています。ただいま。おかえり。宗爺はそれだけ言って三線を弾き続けました。なんだか変です。いつもはニコニコ話しかけてくるのに、それに今日は縁側ではなく仏壇に向かっています。リュウ君は縁側にゴロンと横になりました。ねえ、一緒に遊ぼうよ。庭の方から男の子が声をかけてきました。近所では見かけない子です。二人はいつの間にか学校に来ていました。リュウ君の知らない学校です。男の子に誘われて一緒にブランコで遊びました。僕の名前はリュウ、君は？ソウエイ。みんなソウちゃんって呼んでるよ。2年生なんだ。男の子が笑顔で答えました。へえ、僕もだよ。一緒だね。リュウ君はなんだか嬉しくなりました。突然大きな音がして、真っ赤に火を吹いたジェット機が突っ込んできました。うわー、助けて、お母さん。リュウ君、リュウ君。宗爺がリュウ君の体を揺すっていました。どうしたの？大きな声で叫んでいたよ。そうちゃんは？そうちゃん？一緒に遊ぼうって学校に行ったら、そしたらジェット機が突っ込んできて。リュウ君の歯はガチガチ鳴って、唇が震えています。怖かったよ。リュウ君は宗爺にしがみつきました。知恵婆は仏壇から一枚の古い写真を取り出してきました。リュウ君はびっくりしました。そうちゃんにそっくりです。宗爺は手のひらで写真をなでながら言いました。この子はね、宗爺の子供だよ。亡くなってから明日でちょうど50年。一日も忘れたことはなかった。忘れたくても忘れられなかったよ。ねえ、そうちゃんはどうして死んじゃったの？リュウ君の胸はまだドキドキ鳴っています。
50年前にね、宮森小学校にアメリカ軍のジェット機が墜落して11人の子供たちが亡くなったんだよ。そうちゃんもその時、胸爺は苦しそうに顔をゆがめました。子供たちだけじゃないよ、学校の近くに住んでいた人たちも6人亡くなったんだよ。知恵ばあも写真に話しかけました。ごめんね、そうちゃん、あの日頭が痛いから学校休みたいって言ったのに無理やり行かせたよね。私のせいだよ。本当にごめんね、ごめんね。知恵ばあはポロポロ涙を流しました。ジェット機が学校に落ちるなんて、教室に突っ込んでくるなんて。知恵ばあは涙を拭きながら続けました。胸爺と学校に駆けつけるとね、アメリカ兵が中に入るなって怒鳴ったんだよ。胸爺は自分の子供を探すのになんで中に入れんのかってアメリカ兵を突き飛ばして入ったんだよ。50年、胸爺がつぶやきました。明日でちょうど50年。知恵ばあが続けました。胸爺と知恵ばあは黙ったままじっと6月の空を見つめていました。そうちゃんはなんで死ななければならなかったのかねってずっと悔しくて、胸爺は龍君に言いました。龍君がこの家に生まれた時からだよ。胸爺に笑顔が戻ったのは、そうちゃんの分まで元気でいてね。知恵ばあは龍君に微笑みました。胸爺は縁側に出て三線を弾き始めました。明日は6月30日一緒に慰霊祭に行こうね。知恵ばあが言いました。そうちゃんに話しかけてやってね、喜んでくれるさ。うん、龍君は大きくうなずきました。このモデルになった方がいらっしゃいます。このおじいさんのモデルになったのは喜納福城さんとおっしゃる方だったんですが、この方は、このあるシーンでですね、自分の息子を探しにこの中に飛び込んでいきますが、見つかった息子さんは全身真っ黒に焼け焦げて、ズボンのゴム一本を残してもう亡くなっていました。で、このおじいさんはその後にみんな亡くなった子供たちを火葬して埋葬するんですけれども、おじいさんは固くなに火葬を拒否します。こんなに焼かれたのに二度も焼くっていうことは自分にはできない、この子は火葬にはしないということを言って、この50年期の時に、大きなお墓をそうちゃんのために建てて、そしてその新しいお墓ができてから、それを待ったように亡くなられました。この絵本はその福城さんが亡くなった時にですね、このハーフセンチュリーの子どもたちが、あ、本当に人は亡くなってしまうんだっていうことをこう実感した時でもあったんですね。そこで絵本という形でなんとか残そうというふうに思い立ちました。そしてまずできた歌があります。
その歌をもとに私もこの絵本を書いてみました。伊佐さん一緒にちょっと歌ってください。この歌はですね、福城さんのが息子さんを思う気持ちを歌詞にしてるんじゃないかなというふうに私は思っています。聴いてください。うむいばなという曲です。
ぱり20代とかあの若い世代の子たちが語り継いでいくっていうのはあのとってもしんどいあの作業でした。あのその方の思いが深いっていうことを知れば知るほど、どういう詩にしていいのか、どういうメロディーにしていいのか、どういう言葉で表現したらいいのかっていうのをあのこの子たちとっても悩んでました。で、言葉が詰まってしまった時にですね、私はじゃあ先に絵を描こうと言って、大筋が決まった時にこの絵を先に描いたんです。その時に一つ思いついてやったことがあります。あの宮森小学校のグラウンドの土を掘りました。そしてその土をすり鉢ですって糊を混ぜて絵の具を作りました。そしてこの絵本の中の茶色い土の場面は、その宮森小学校の土を使いました。そして、当時ですね、あのグラウンドの中に生えているフクギの木が、大木がありました。この大木の木は当時もたくさんの破片を浴びて白い樹液をたくさん流したと言われている木です。この木の枝を何本か切らせてもらって、そして副木で黄色い色を染めました。その染液で全ての画用紙を一度黄色に染めて、それからこの絵本を絵を描いていきました。でその時にファーストセンチュリーの子たちに、人っていうのはこの学校から卒業していって、子どもたちみんな大人になっていくけれども、そして景色も変わっていくかもしれないけれど、この土地が受け止めた記憶っていうのは、この土はこの悲しみとかいろんなことを受け止めたよね、だからこの土にもかあの参加してもらおう、そして自分も体に傷を負ったこのフクギの木も今でもずっとみんな子どもたちのことを見て、この景色を今でも見つめてるから、この木にも参加してもらおうということで、変わっていかない、その場に動けない者たちの、存在っていうのも、一緒になって考えようねと言って、この絵を仕上げました。こういうふうな場で読ませていただくことで、もう一回私自身もあの時の気持ちっていうのを思い起こさせてもらったなというふうに思います。下鳥さん本当にありがとうございました。どうですか、ありますか？ありがとうございます。空襲とそのいろんな、空を怪我した人ということでね、考えたいなと思って、その6月の空という本をもしよかったら、販売もできるかもしれないから、ちょっと持ってらっしゃいねということで、持ってきてもらってますので、後でねここに広げてもらいますので、もしよかったら絵本をぜひ手に取ってご覧になってみてください。絵の力とね、言葉の力が一つになって本当に素敵な作品になっていますので、ぜひご覧になってください。お食事中ですが大丈夫でしょうかね。北海道からですね、この10月に去年も来ていただいて、今年もおいでになりましたが、北海道に在住しておりまして、沖縄の、返還同盟復帰協の頃からの沖縄の支援者でもあって、ずっと沖縄に関わる詩を書いてこられた永井和子さんという方が来られてますので、沖縄の、ね、その空とはちょっと直接は関係ないと思いますが、
ずっと、平和の歌、心豊かな詩を書いてこられた方がいますので、今夜ご紹介したいと思います。永井さんどうぞお願いします。どうもこんばんは。素敵な歌と絵本の朗読のその前にはものすごく重い詩の朗読がありましたけども、ちょっと気遅れがしておりますが、私も沖縄の詩をたくさん書いてきたんですけども、さっき突然お話がありまして、やる詩を何か読んでくださいってことなんですが、私の最初に沖縄詩文集というのを出したんですが、それに載ってます首里から糸数までっていうのがちょうどその従事空襲にぴったりかなと思ったんですが、那覇の首里城に、日本軍の司令部が置かれていて、そこが壊滅してもう本当にみんな死んじゃうような状況の中で、そこに住んでいた住民の人たちがともかく命を長らえようということで南部へ向かってみんな逃げていくんですね。その途中のいろいろなことを何かの時に皆さんから聞いたことを集めまして、この詩を作りました。聞いてください。首里から糸数まで、首里から糸数まで15キロ、石ころ混じりの道であったろう、怯えてつまずく道であったろう、昼間は米軍の艦砲射撃から離れてアダンの茂みに身を潜め、アダンの棘に傷つきながら、夜は夜で飢えて泣くこの口を手のひらで防ぎながら、一足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 這い進んだのだろう。島尻へたどり着けばガマがあるから、水の湧くガマがあるから。5月26日から28日米軍の加納砲に2万トンに浴びて、首里が破壊尽くされた島地へ逃れていった住民、岩から岩へ身を潜め、ガマからガマへ追い立てられ、夜の闇に立ち尽くす年寄りを背に追い励ましながら、一足一足歩いたのだろう。首里から15キロ、子供の狭い足幅で歩いてみる、おばあのつまずく膝で歩いてみる、水も飲まずに歩いてみる、腹を空かせて歩いてみる。国家が戦争を始めれば玉焼きにされるのはいつも女、子供、そして年寄り。身をかばうもの何も持たない住民、
首里から15キロ。子供の狭い足幅で歩いてみる。おばあのつまずく膝で歩いてみる。目の前にかざす指も見えない。釜の闇の中に座ってみる。57年前、天皇のものだった日本の国が、この島の人たちに敷いた生身の戦争を歩いてみる。喧嘩が進んでおりますので、目が直さないと読めなかったんで失礼いたしました。お食事も途中でしたのでね、すみません。ありがとうございました。永井さんはですね、支援者も、かなりおいでになられて、この度ですね、偏座島 の、 入り口 の、 平安京というケア施設があるんですけど、そこの前のお庭の方に私碑をですね、立てることができまして、この15日ですね、月曜日ですかに、私費の建立とですね、除幕式、夜はこちらでパーティーを行うんですが、私費を立てるというのはなかなかね、大変な作業ですよね。どなたもできることじゃありませんが、この度めでたく私費が完成しまして、もう見学に行ってこられた方もいらっしゃいますが、非常に芸術的な作品に仕上がってるらしいです。なんかね、ちょっと赤い色の珍しい御影石を使って作るということでしたので、15日に除幕式に出られる方々があそこに座っているのでおめでとうございました。それでですね、ちょっと休憩をいただいて、次は空のお二人に従熟詩のことをですね、思って作られた歌をお持ちですので、ぜひ歌っていただきたいと思います。じゃあ、ご用意ができればご歓談ください。
知らなかった。今年から参加されて、そうなんだ。毎年見に行ってるんですけど、今年すごいクオリティ高い。楽しみにしてます。この2人、ソラさんはですね、もうある手で、何回ぐらいでしょうね、20何回、もうかなり年数を重ねて、ある手で毎月あの1回、ホームメイドライブというのをやっていただいて、あの以前に一度やっていただいて、ちょっとあの時間を置いてまた再開したんですが、今もう固定のお客様ばっかり、たくさんね、ファンの方がいて、あの親子2代、3代と、ファンの方がいて、あの支えられて歌っていますね。親子の情愛とか非常にアットホームな歌を歌っていただいています。私はもうちょっと恋愛の歌を歌ってと言っているんですけど、それはもうちょっと後になりそうですね。今はまだその、心のひだをこう細かく歌った歌でしょうかね。ぜひお楽しみください。こんばんは。こんばんは。ソラです。十々九々のことは、宮古さんにあのこの風化させないため の, そのイベントをやると聞いて、あの参加 してもらえないかなっていう話をいただいて。参加をするようにってもう何年経つでしょうかね。結構、それまで重々空襲という言葉すら知らなかったんですけど、あの知れば知るほどに、ああ なんてあのね、申し訳ないまま生きてきたのかなって思いました。なぜならその自分の住むこの町であの空襲があって命をね、あの落とされた方がたくさんいるのに、その人たちの無念な思いとかあの悲しみとかも知らずに、あの濃々とというか平然と生きていたなんてっていう気持ちになって、それであの重々空襲を、ね、あの知らない世代ではあるんですけど、あの逆に知らない世代から感じたも歌をあの作ってみないっていう話になってね、それであのイベントに参加してあのお話を聞いたり、あのインターネットを使っていろいろなところで重々空襲 の, あの文献を読んだり、それで作った歌がこれから歌う命の上という曲です。それでは聴いてください。命の上。Yeah.
私はただ手を振っただけ。鉄の雨降り注いだ。通い慣れた帰り道、色のある街並み。大好きなあの人も全て消えていった。帰りたいのに帰れない。泣きたいのに涙も出ない。ただひたすら走り続けた。冬にキス街を背に。
まあ、今今日はね重々空襲を風化させないための集いですが、今現在の世の中世界を見渡しても宗教の争いであったりいろんなところでね紛争争い事、昨今では言えば領土問題があっていろいろ揉めております。本当にどうなってしまうのかなっていう不安もあります。なんだろう、同じアジアの人間同士でなぜ別にねこんな争いをしているのかなって思って、もうもちろんこの島っていうのは大事だけどもね、なんていうの、この島がなければ何もないんじゃないかなって思ったりもするぐらい、なぜ人ってそういうものでね奪い合ったり憎しみ合ったりするんだろうって思うんですけど、でもそんな争う、ね、双方それぞれみんなにも家族がいて友達がいて大切な人がいて、その人たちを守りたいっていう気持ちはみんな同じ。やっぱり普段のねこのちょっと平和ボケしたような世の中でも当たり前のようにそばに大切な人がいるってことをに感謝をしてこれから日々を送っていき、いけるようにと作った歌、続いて南風っていう歌を聴いてください。
した。もう少し、もう少し、そばにいたかった。どんなに願っても、それはもう叶わない。知ったっていう話をしました、それから数年経ってますが、宮子さんはじめこの風化させてはいけないぞっていうことをね、魂の叫びをね持って活動をなさってる方の力もあって努力もあって、本当に年々新聞の中で従順空襲という文字が増えてきましたよね。出てくることは今まであれ見た覚えないなって言うけど、最近は本当によく目にすることが増えてきて、あ、これも皆さんの努力のね賜物だなって思って、またこれをねまた引き継いでっていうかね、若い僕たちが、まあ、そんなに若くもないんですけども頑張っていかなきゃいけないなって思ってます。なぜならそこで命を落とされた方っていうのはね、で、まあ、長い歴史で見たらね、このちょんという一点の出来事かもしれないけど、人一人の命、人生がそこで終わってしまったっていうことはすごい重いことなので、ね、今ほらオスプレイの話もありますよね。なんで人の暮らしているところ、そのね、上空を飛んで国と国の約束事とか決まりがあるのかもしれないけど、だったら人の生活しないところにね作ってやったらいいじゃないって思うんですけどね。でもお金がかかるって、
いろんな問題があるんで。でも例えば何百億かかろうがね、人一人の命の値段なんてそれ以上のものだから、お金かかるからとかいろいろ諸事情があるからっていうのがどうもね、説得力に欠けるっていうか、何を言ってんだこの人たちはってね、絶対自分たちよりも賢い人がやってるんでしょ国の代表ってね、何を言ってんだろうって思いますよね。なんで賢い人たちなのになんでこんなこと分かんないのかなって不思議になります。落ちない大丈夫って言うけど 100% なんてないからね。落ちてからじゃどうするんですかね。もしかしたらうわ、まあ、これはね憶測で悪いけど、まあ、その時に考えたらいいさっていうノリでやってたらもう本当に許せないよね冗談じゃないっていう話ですよ。まあ、今日はあの皆さんのね、あの詩の朗読があり、絵本の読み聞かせ、そして歌があり、そして詩の朗読があり、すごく本当に意義深く考えさせられてね、すごく胸にジーンときながらあの聞いておりました。そこでさ、ね、この場面で自分たちが登場するのは本当にどうしよう、ね、最初に持ってきてよと思ったんですけどねあの、まあ、最後はあの小さなこと一つっていう歌を歌って終わりたいと思います。やっぱりどんなちっちゃなことでもね、コツコツと頑張って、そしてどんなちっちゃな声でも思いでも集まれば大きなものになって、そういうのはね人の心に響くんだって信じております。それでは最後、小さなこと一つ。小さな石ころ一つ見つけたら、積もる日々を思い蹴りたくなるね。小さな疑惑一つ見つけたら、不安で胸が痛んじゃうね。小さな悲しみ一つ見つけたら、目の前のこと手につかなくなるけど、小さな悲しみ一つ見つけても、大きな幸せの中にいることを忘れないで、僕の中でひとひらの葉が枯れて散っていた。茶色に染まり散りゆくのは僕だけだと思っていた。足元を見渡すと落ち葉の絨毯、僕だけじゃないんだね、僕だけじゃないんだね。小さな喜び一つ見つけたら、今日という日が幸せになるね。小さな優しさ一つもらったら、大きな優しさを返そう。小さな小さな夢でもいいから、何か一つ追いかけてみよう。小さな小さな僕だけれど、大きな何かを持っているはず、信じていて、僕は今まで小さいから、後を笑い飛ばしていた。大きなものにだけ見せられて、それでいいと思っていた。
何を笑うと言うのだろう、何を笑うと言うのだろう、僕の中で糸ひらの葉が枯れて知っていた、茶色に染まり散りゆくのは僕だけだと思っていた、僕は今まで小さい顔と笑い飛ばしていた、大きなものにだけ見せられてそれでいいと思っていた、後ろ向いてくる。はい。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。ある日ですね、ちょっと、珍事件というか、まあ、ありまして、ずっと那覇市と一緒にこの事業を作り上げてきているつもりだったんですけども、やっぱり平和行政ってのは難しいんですね、多分私たちが思う平和と、まあ、そうじゃない別の平和を求める方たちもいろいろいるということも、学ばせていただきました。で、ある時からその共催をやめて、自分一人だけでこの催し物をちっちゃくてもいいからちゃんとしたものをやろうと、いつもそれだけを考えている。今日はですね、小野市長に私手紙を書こうと思って、ね、今日それをちょっと書きましたので、この下書きを皆さんにちょっと読みますので聞いてみてくださいね。背景、小長那覇市長殿、今年も重々苦しを痛む日は何事もない普通の日一日として過ぎていきました。新聞にもちっちゃな囲みの記事が一つだけ載っていました。重々苦しを風化させない市民の集いとして、関わりを持ち始めてから13年、その間には小さくてもいいから一歩ずつの前進を求めてきました。なぜ10月10日が起きたのか、一体何の意味があったのか、亡くなった方々の名前も特定できないままに年数だけが過ぎていきました。大綱引きが10月10日を忘れないために復活したことを知らない観光客や若い世代が揃いのユニフォームや装束に身を包んで大はしゃぎして、那覇祭りはギネスブックの登録に騒がし、どうぞ那覇市の消えた日という別名の10月10日を、せめて綱を引くその日を、綱を引くその手を合掌し、突然に奪われた命を悼む日と
改めて認めていただきたいと願っています。市長の各団の判断をもって10月10日の追悼の行為を求めることをここに書き記します。私はこれをちゃんと清書して送ろうと思ってます。綱を引く前にですね、ぜひ合唱していただきたいということを、ずっとこう伝えてはいるんですけど、綱を引くその行為と、大綱引きのギネスブックとは相入れないものだと。スリが出たらどうするんですか。下取さん、その理由をちゃんと言い訳を考えてくださいねということを言われて、ちょっと私がそのもう教材をやめたんですね。それは私が考えることじゃないので、私はその、痛むことをどうしたら続けていけるのか、どうしたらそれをみんなのものになるのか、その意識を共有できることを願って、今年は、勇気を持ってこれをちゃんと清書して来週に送ります。その時にはまたね、ある程度ブログなりフェイスブックなりでお知らせをさせていただきます。今日はお天気もね、悪い中を来ていただきまして本当にありがとうございました。空のね、皆さんも何回か一緒に歌っていただいて、空の皆さんもね、京都にもこの歌を持って訪ねていったり、いろんなところでね、平和のことについて語ることが多くなってきたようなので、非常に嬉しく思っています。ますますのご活躍をお祈りしています。今日は本当にありがとうございました。僕はコミュニティダンスっていうので今年は参加して、体の悲鳴を上げて。